でです。バカ野郎です。テアトルが何ですか。戦士が何ですか。他にもお仕事はいくらでもあるんです。こちらからお断りですよ。とはいうのも少々ジャックさんが羨ましいですね。この声は私の心が泣き叫んでいるのでしょうか。そうじゃありませんよ。これは子供の泣き声です。声はこちらの方から。坊や、どうかしたのですか。大丈夫ですか。おじちゃん、誰。怪しいものではありません。通りすがりのものです。あなたの泣き声が聞こえたので何事かと思いまして。ママが。ああ、迷子になったのですね。一緒にママを探してあげましょう。違うよ、この子のママだよ。その子猫さんの。うん、この子のママを探してあげようとしたんだ。でもどうしても見つからなくて。ああ、泣いてはいけません。男の子でしょう。わかりました、お兄さんが一緒に探してあげます。本当？本当に？ありがとう、おじちゃん。お兄さんです。さあ、行きましょう。日が暮れる前に見つけますよ。よかったですね、子猫さんの母上が見つかって。うん、あとは坊やが母上のところに。虎徹、無事か。貴様、私の虎徹に何をした。え、そういうことだ。すでに上の方には話を通してある。よろしくお願いいたします。ねえ、凛花姉様、大丈夫なの。このおっさんすごく鈍そうなんだけど。私もそう思う。
はなんで？まあ、行きがかりというやつだ。大丈夫かな。そういや、ジャック、お前、ヘクトンの召集がかかってるぞ。あ、そう。すぐにヘクトン部屋へ向かうんだな。オッケー。よし、全員揃ったな。では、今回の任務について説明するぞ。今回、俺たちチームヘクトンは、とある高貴なお方の護衛任務を任された。正体は現地でな。とにかく心してかかるように。わあ、高貴なお方だってよ。どんな人なんだろうな。きっと王族だよ。そうに決まってる。へえ、それって結構大きな仕事じゃん。でもなんでそんな大きな仕事が俺たちなんかに来るんだ。騎士団では目立ちすぎるからだ。いつも護衛には手当がついてる。特にうちの隊は影が薄いからうってつけというわけですね。ああ、マヌケな部下のおかげでな。なあ、ダニエル。どうせ僕のせいですよ。さあ、それはさておきだ。そろそろお迎えに上がるぞ。了解。遅くなりました。チームヘクトンのジャーバスです。これはご苦労様です。私、レーモンドと申します。そしてこちらがベルではなく、アーノルドと申します。これはこれは、いけません。頭を下げては姫様と知られてしまいます。いやいや、これは失敬。お姫様の SP か。かーかっこいい。にしてもアーノルドってもろ偽名じゃん。もうちょっとまともな。黙れ、ジャック。素晴らしいネーミングセンスだ。まあ、ありがとう。ダニエルと申します。俺はジャック・ラッセル。剣の腕なら誰にも負けないね。まあ、頼もしいのね。僕の部下のようなものです。誰が部下だ。まったくかなわねえな。ご覧の通り、彼は負け犬なんです。てめえ、ダニエル、人がおとなしくしてるよ。うるさい、任務中だぞ。久しぶりに街に出かけられるわ。お待ちください。それではお任せください。くれぐれもよろしくお願いいたします。で、どこに行くんですか。まずは魔術師街のアクセサリー屋、オーケーハンドね。へえ、詳しいんだね。おい、慣れ慣れしいぞ。その方がバレないだろ。だったら最低限のマナーを心がけたらどうだ。なんだと。ほら、やめんか。さあ、
急がないと時間がもったいないわ。あ、アーノルドさん。あれ、いないじゃん。アーノルドさん。しまった。もしかして。うん、隊長、あそこ。いや、盗賊ギルドのお嬢。ああ、もっとゆっくり。知って、まったくだらしないやつだな。ねえ隊長って、あれ隊長。酒飲みすぎだよ。うっせえ。死んでしまう。邪魔、お先に。気に行くぞ。まあ任せてください。おいジョーケル、片付けちまおうぜ。腕の力見せてやるぞ。
何をしとる！ダニエルを。姫が先だ、押そう。お疲れさん。隊長！おっとストップ！隊長さんの命がいらねえのか？ああ、テアトルの連中はアマちゃんだね。ちくしょう。おめえはジャーバスんとこの何があった？あのアーノルドさんが姫がさらわれちゃいました。なんだと？隊長とジャックが追ってるんです。早く救援を呼ばないと。で、場所はどこだ？魔術学院の近くの廃墟の中です。奥に隠し通路があって。よーし、やめれ、十分だ。おめえはギルドに報告しろ。一人じゃ危ないと。一刻を争うんだよ。この任務が失敗すりゃ俺が腹かっさばいてもどうにもできねえ。男には危険だと分かってても行かなきゃならねえ時があんだよ。不用心なお姫さんのせいでしょ。これはいただいておきますぜ。誰だ？ボイドが誘拐犯とはな。どういうことだノクタン。副長！情けねえ声出すなバカ。邪魔者は消えるがいいだ！ねえ！相変わらずの腕だ。けどな、頭の悪さもそのままってのはいただけねえな。おめえの悪知恵も相変わらずってわけか。おめえ！俺が殺してやるだ！
ちな。なんだ？てめえじゃ無理だ。わしがよ。おお、映像のノクターンのお出ましかい。何やら因縁でもありそうだぜ。あるわよ。その無駄に回る舌切られてえのか。こんな風にな。いや、副長。行くぞ。残りの奴らはやっちまわないんで。残りは雑魚だ。構うんじゃねえ。そのお姫さんも用なしだ。放っておきな。もったいねえな。いたか。いや、見つからん。くっそ、逃げ足の速い盗賊どもめ。どうやら巻いたみたいね。ああ、今のうちに走るよ。またですか。私もうヘトヘトで。捕まりたいのか。嫌です。うん、まあまあの成果だね。結構溜め込んでたもんね、あの悪徳商人。はあ、どうしたの。いや、私やはり人様のものを盗むのは抵抗が。今さら何言ってんの。そんなこと気にしてどうすんのさ。だいたい私たちはね、盗まれて当然のやつしか狙わないの。はあ、そうだ。人を傷つけず弱いものからは盗まない。これが正しい盗賊のあり方だ。正しい盗賊ですか。分かったような、分からないような。そうそう、それに私らヤバい依頼には手を出さないし、ノクターンのじいさんたちとは違ってね。ノクターン殿は後ろ暗い仕事を引き受けておられるので。ああ、かなりヤバい仕事らしい。それに依頼人も城のお偉いさんだそうだ。城の人間がボイドに依頼ですか。陰謀を感じますね。まあとにかく私らには関係ないことさ。ボイドで余計な詮索することは死を意味するよ。命が惜しかったら無駄な好奇心は出さないこと。いい？はい。いきなり大声出すんじゃねえ。びっくりするじゃねえか。びっくりしたのはこっちですよ。本物ですよね。足りねえよ。この通りピンピンしてな。死んじゃったかと思いましたよ。勝手に人を殺すんじゃねえ。あんなん見たら誰だってそう思いますよ。
やつはな、わざと急所を外しやがったのさ。やろう、俺を舐めやがって。ちくしょう。いいじゃないすか、生きてたんだし。あいつにだけはバカにされたくねえんだ。なんだか、あのノクターンってやつと因縁があるようですね。何があったんです？ま、いずれな。便所じゃねえんだ、空いてるぜ。元気そうですね。あ、大大将、これは失礼しました。出迎えの言葉の方があなたらしいですよ。いや、面目ねえ。いえ、そのままで。すいません、みっともねえ姿になっちまいやして。いいんです、こんな時ぐらいしかあなたは休まないですから。とても休んでるようには見えないっすけどね。黙ってろ。ところでお姫さんは？姫は無事です。しかし国王は今回のことを重く見ています。その証拠にボイドの調査を頼まれました。それなら俺が。いいえ、先ほども言ったようにあなたには休養してもらいたいのです。しかし代わりなんざ。ジェラルド、そろそろ後継者を育ててみたらどうですか？後継者？今後今回のようなことが増える可能性もありますし。どうですか、ジャック？俺ですか？あなたは今回のことでいろんなことを学んだはずです。自分の体を持っても十分にやっていけるでしょう。ジャック・ラッセル、あなたを隊長に任命します。俺が。気負うことねえぞ、ジャーバスだってやってんだからな。それないですよ、屋上。ボイドの件も含めて自分の思うようにやってみることです。正しき者のために戦ってください。それでは失礼します。よし、お前に就任祝いをくれてやる。隊長が知っておくべき戦術ってもんを俺様直々に叩き込んでやるぜ。元気すぎるってば。
ん？